高校2年の夏神戸の学校に通っていた南野は<っ>東京に行きたかったという理由で上京そのついでに受けたオーディションでうっかり合格してしまい思わぬ形で芸能界入りすることにその後に受けたソニーのオーディションで歌いたくないといったことが逆に評価され1985年6月23日18歳の誕生日に「恥ずかしすぎて」で CD デビュー こうして思わぬ形でアイドル南野陽子が誕生し、その第一歩を踏み出したのでした。はーいね。なんかあの、立派なアナウンサーさんの声でね。なんか、語っていただいたけど、これどうなのってなんか東京に行きたかっただけっていう理由とか。 歌いたくないって言ったとか。うーん。まあ、でも半分本当かななんで。はい。あのー、ですね。まあ、高校1年生の終わりぐらいに、ま、あ私の周り、私の気持ちがこう、ちょっとざわざわし始めたんですね。まあ、お声をかけてもらったりとか、当時オーディションブームで、周りのお友達がこう、いろいろね、こう、アイドルに憧れてたりとか、なんかそういうのもあって、高校1年生の終わりぐらいになんかざわは、 つき始めたんですけど、まあ、結果、えっと、高校2年生の夏に、えー、呼ばれまして東京に出てきました。でもその理由はやっぱり、本当に歌手になりたいとか、女優になりたいっていうよりは、ちょっと友達に自慢、ディズニーランドのお土産買ってこようとかね、東京っていうのはね、みたいな、原宿っていう、表参道、竹下通りって、なんかそういう感じだけで、来ちゃったんですね。だからそれから本当大変でしたけど、はい。 で、デビュー曲、恥ずかしすぎてっていうタイトル。これはね、よくテレビ番組でも言ったりしてるんで、ご存知の方いるかもしれないですけど、はじめ天使のハンカチーフってタイトルだったんですね。だけど、こう、当時カラオケボックスとかそういうのもないですから、人前で歌なんて私は歌ったことがない。なので、なかなか、はいどうぞって言って曲がかかっても、こう、声が出なかったんですね。で、まあ、1日目も歌えず、2日目もで歌えず、3日目にもう痺れき出して、<laughs> <laughs> みんなが、こう、一斉にスタッフの、そう、10人ぐらいで歌って、一人抜け、二人抜けで、最後一人。で、それでもう顔真っ赤にして歌ったので、恥ずかしすぎてっていうタイトルにね、あの、関んちさんっていう作詞家の方が書き直して、目の前で書き直してくださったんですけどね。はい。まあ、そんな感じでデビューして、まあ、最初、その、キャンペーン、デビューキャンペーンってみんなやったりするんですけど、はい。あの、キャッチフレーズは、じゅんだね、陽子です。はい。 もう一つ、カレンダーね、ようこ。これ笑うとこじゃありません。はい。<laughs> えっと、ね、池袋西部とかね、山の楽器店でそういうイベントがあったんですけどね。まあ、もう絶対3000人ぐらい来るだろうって言って、3000枚サインをしたんですけど、 100なかったですね。はい。お天気すごい良かったんですけどね。で、後から聞いたら告知ミスっていうか告知してなかったみたいなね。ねでもね、あの、その100すらもね、嬉しかったですよ。あの、はっきり言ってお母さんと子供とか、<laughs> 偶然そこに居合わした感の人たちだったんですけどね。いや、でもね、そこから25年ということで、ね。